皆さんこんにちは、下川チャンネルの下と川です。突然なんですけど、皆さん欲しいカードがあるときパックで狙うのか、それともシングル買いでもう買っちゃうのか、一度は悩んだことあるんじゃないでしょうか。ということで本日の企画、勝手に検証シリーズ、パック買い VS シングル買い、どちらがより多くコンプできるのか検証。てなわけで今回は今大人気のドラリンパックのコンプリートを目指して、私シモがドラリンパックをパック買いで、川さんが今回フリマアプリのマギを使ってシングル買いして、決められた予算内でどちらがより多くコンプリートできるのかを競っていきたいと思います。で、その予算を決めるのがコスト1から10までのカードたちですね。で、これ今から川さんに引いていただいて、出たコスト ×1 万円分を今回の予算にしたいと思います。だから10が出たら、これ1人分やから20万円使うことになるっていう。そうなんだ、多分2人ともコンプリートする。違うねんの。よし、こんなもんでしょう。じゃあ引くで。お願いします。ちょっとこのスリーブ触りたくないけど、せやな。ここいくら？お、4ってことは4万。4万ずつ。はい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 、分母。じゃあうちは4万円分、まあボックスとかパックを買って、母さんはマギで4万円分シングル買い。微妙なラインやな。揃う。じゃあ早速買い集めていきたいと思います。まず私、パック買い派。このドラリンパックが今どこも品切れ中で、そのせいでプレネがついちゃってて6箱しか買えなかったっていう、ちょっと初っ端からピンチを迎えてるわけなんですけども、シングル買い派のお母さんはどうですか？先に言うならば30種類以上買った。え、結構買ってない？そう、もう詳しくは言わんけど30種類以上買ったから、パックから到達せんかったらもうその時点では負けや。あ、そっか。で、今回ドラリンパックの光り物をより多く集めれた方が勝ちっていうルールなので、ベリーレアが20種、スーパーレアが20種、そして数箱に1枚しか出ないドラリンカードっていうのが6種あるんですよ。で、全部で46種。これまあ1ボックス目はもう全部新規の光り物が出るはずなので、こちら光ってないんじゃない？光ってるよ、嘘つく。バイナラドンデン、これがベリーレアの20種類中の1枚。まあまずこれで1種類目。パックは何がいいって、全部光り物が1枚確定なんですよ。まあ、その分1パックお高いっていうパックやけど。そうね。お、はい、流星界。いいね。ベリーレアでも当たりのカード。基本的にはベリーレアが出るんですけど、まあ箱に3枚ぐらいは SR が出る感じで、たまーにドラリンレアが出るんですよ。お、はい、SR じゃない？来た。いやー、しかもレッドギラコンや。どんだけ揃うかやな。タコンチュ、これもベリレア。ドラリンとかどうかな、出るか。おお、きた、めっちゃいいカード。ジョギラゴン&ジョニー J の旅路、これが SR の中でも、まあ、いやもうお高いよ。お、黒豆男爵。まあこういうノーマルも、まあ、今回の勝負には関係ないけど、まあ、パックやったら入ってくるっていう。はい、おチェンジだからの、はい、ドラリンはなし。キルインジン、コッコルピア、ラニ、おお、カツラダランス、どうや？おや？ダイヤモンドくれます！イサール箱に箱じゃん。ちょっと待って、話が変わってくる。それはよし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 、はい、うん、ベリーレア、ロイヤルストレートフラッシュ、ラスト、いきます。ドラリン来るか来ないか。サイズオミスト、ベリーレアでもいいカード。てなわけで今1箱開けまして、ベリーレアが8種、そしてスーパーレアが4種、合計12種の光り物が出ました。いや、幸先いいんじゃないでしょうか。いや、ここまで確定枠。この2箱目から、どんだけさっきのと被らんかっていうのが重要になってくるんで、どうや？お、あー、ゴルドーザ !SR! めっちゃ使えるカードですよ。はい、あー来たー、見たか。まずこれ。これが、ドラゴン降臨カード。全6種ある中の1種。しかもコードキングビルルヘルムで、持ってこれもめちゃめちゃええねんけど、デッドマンズオリジン、いやこれで2枚抜きやる。いや、ドラリンそれがあるよ。すごくない？ドラリンの後ろにベリーレア入ってんねんで、やっぱこれパック買いの特権なんじゃないかなと思います。いや、こういうとこが好き、こういうとこが楽しい。はい、バジリスク、はい、新規スーパーレア、はい、うわ、レッドギガゾーン SR シングルナンバーワンあたりよ。引きでも私の方がちょっと買っちゃうんじゃないかなっていう。シングルライが引きもクソもないんやけど。じゃあ3ボックス目、こちら、アカシックマイナーかぶり。はい、かぶり、ついに。そっか、ラストや。はい、ステージは、はっはっ、17、18、19枚目、はっはっ、母さんがねよく使う切り札、新外銀河、これで20種コンプリートでございます。いや、それは素直におめでとう。嬉しい、気持ちいいな。最後新海銀河やったか。なに、ギャブル。はやっぱ、
SR4 枚出たやんな。やばい、全部かぶるやん。で、マジのラスト1パック1パック400円するぞ。頼む、重いぞ。なんなら定価以上のやつで買ってる。これで6ボックス終了。最後何枚や結局。まずベリーレアが20種とドラリンレアが1種で、これで21種確定やろ。残りは S3214ってことは35種揃えました。じゃあシングル買いの方はようやったんちゃう。まずドラリンからいこうかな。全部揃ってっから。マジ4枚あるから。うー、ちゃんとニコルとドラム台やっぱローダー付きで送られてきたよ。あ、これでも送られてきたやん。そう、うちだって6箱開けて1枚しか出んかったってことやもん。じゃあこれがまず6種やな。じゃあ続いて SR いこうかな。めっちゃある、めっちゃある。2、4。ちょっと待ってくれ、待って数え前に。これは何、え、100円って何これ。まずさ、何買ってないの。バーコードみたいについてんねんけど、うん、特攻人形ジェニーって書いてある。スリーブなかったやろね、発送用。なるほど、この状態で送られてきたと。まあ、それもおまけもついてるから。あー、カツエモンバスターとかこの辺も入ってると。シングル買いって言ったけど、うん、フリマアプリやからさ、1枚で出品されてないこともあるんやな。これっすか、めっちゃ分厚いねんマッハ5。4枚セットしか出品ないとかもあったから、もうしゃーなし。値段かさむもんな。そう、マッハ5号4枚で440円。1枚やったら100円で済むけど。まあでもこれもフリマアプリならではや。あとさ、これだけ聞きたいんだけど、ディール入ってないですけど、これ何、え、入ってないよな、ドラリンに。なかったよな。入ってない、おまけでついてきた。フリマアプリはやっぱ人と人とのこういうさ取引やから、こうおまけをつけてくれる。まあ、でもディールやったらいいやんな。中もさ普通に全部有料カードないよな。マルチュリスとかな。へえ。でこれ優しさも込みっていう、それ枚数入れてくれていいんちゃう。いや、これはちょっと抜いて、あのこれと友で1枚でいい。いや、俺はでも彼の気持ちを汲み取りたい。17、スーパーレアが17種で、さっきのドラリンと合わせたら23種。残り VR ラスト。少ない。少な、めっちゃ少ないよ。いや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 。2、4、6、8なんてことは31種。うそ、勝ち、35種。勝ちって言うけど、うん、動画上の見栄え考えて、やっぱドラリーもきっちり揃えて、 SR もトップレア、新規の SR とかも揃えて31種4万円。まあ試合には負けたけど、まあ、勝負には勝ったかな。やかましいよ、ドラリン高かった。ニコルが7000円。うえー、やば。ドラゴ大量が5200円。パックからも出たビルヘルムは4400円。で SR のトップレア、はい、レッドギラゾーン、おまけ付きで4900円。高っ。旅路とかも2980円、チェンジザ1400円、ライベルモットビターズ1350円、でベリーレーとサイズオミストが700円。うわー。デッドマンズオリジンが850円。ベリーレアってちょっと問題があって、安めのベリーレア出品がないやつとかめっちゃあったよ。逆に安すぎて多分出してない人おって、こういう高額なしか買えんかった。なるほどね。てなわけで検証結果、パック買いの方が多く種類は揃えられるが、シングル買いだとドラリンレアを全種類揃えることもできる。で今回母さんがシングルを買い揃えたマギは、累計インストール数30万人を超えたトレカ専用フリマアプリです。めっちゃ増えた。で今回の企画ではなかったけど、例えば高額プロンを買いたい時に、もし偽物を購入しちゃったらどうしようっていうのを防ぐために、マギの安心取引っていう機能があったりします。他にも SNS 取引といって、取引のページを作って取引相手に送るだけで、 SNS で知り合った人同士で取引ができるなんていう機能もあるので、皆さん使ってみてはいかがでしょうか。そして今回この動画で購入したこれらのカードたちが抽選で当たるキャンペーンを行うそうです。なのでね、皆さん、あの概要欄にある抽選フォームから申し込んで、これらのカードたちぜひぜひゲットしちゃってください。俺もボーラスもちろん回ります、抽選に。そしてね、皆さん概要欄にある URL からマギをインストールして、欲しいカードを手に入れてみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。こんだけ頑張って当たったビルヘルム、誰かの元で達者でな。